おはようございます。2日目でございます。はい、昨日はね、ちょっとちゃんと動画を撮れてたかどうかわかんないので、一応撮り直します。今回はこんなところに泊まってございます。はい、海辺ではないんですけど、海からそうに歩いて10分ぐらい中に入ったところの、こんなプールのあるところで泊まってます。昼間はね、このプールで泳いでる人いますよ。なかなか天気がねいいし、気温も高いので、はい。というわけで、こちらはメインの建物ですね。レストランがあって、バーがあって、で、朝食を今食べ終わったとこです。さあ、じゃあこれから出かけます。なかなか今日もいい天気、雲が一つもございません。はい、2日目の朝出発ということで、一番海に近い道を走ってるんですけど、家がねこんな感じですわ。全部なんかお高そうねっちゅう感じで、とりあえず左側すぐ海なんですけど、この家がね海沿いにずっと立ってるもんで、ここが一番海に近い道路です。今日今からね、ここはねヴィレア・シュアン・メアっていう町なんですけど、お隣のヴィレア・ヴィルっていうところにとりあえず寄ってみようかなと。でその後 予定としてはオンフラーに行って、帰りにドーヴィルに寄るかもみたいな、そんな感じでございます。声が枯れとる。はい、左側海なんですけど、海見えませんな。道場見、あ、見えた見えた、ちょろっと見えてますね。はい、はい、ここが海沿いの道です。ね、いろいろこうやってなんかアパートが建ってるけど、これはまあいる人ところといないところとね、もうバカンス終わってるんで、もう帰っちゃってる人いますけど、夏の間はこの辺みんなきっと、いろんな人が来てバカンスを楽しんでいたのではないかと思います。でも今年の夏はあんまり天気良くなかったんだよね、実際ね。だから今が一番いいかもしれない。暑すぎず、でもそこそこ暑いみたいな。そしてなんといってもこの時期で来てよかったなって思うのは、子供がいないってことです。はい。子供いないのはねいいよね。いや、別に子供が嫌いとかそういうわけじゃないんだけど、夏休みの間はやっぱり子供が多すぎて、まあなんせどこ行ってもまあちょっとね、探しって言ったらいいのかしら、落ち着かん、まあそうね、言い方変えます。はい、落ち着いたアダルトな雰囲気の、中のバカンスは私は、好きです。はい。そんな感じでございます。というわけでね、今日はこんな感じでいろんなところを転々としてみたいと思います。はい、まず最初の目的地、ヴィレア・ヴィル降りてきました。はい、海が見えますが、海の向こう側にちらっと見えたのはルアーブルです。じゃあちょっと、この辺に車を止めようかなと。え、バック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 、何？無料のところ見つけた？あ、はい、無料の駐車場。ラメンネパピヨン。パピヨン。下のところの、パーキングはどうやら有料。でももしかしたら時期的にはもしかしたら無料かもしれないんだけどね。はい、しかもここは、日陰でーすということで、ラッキー。一番端っこ。着きました。はい、海の方に降りてきました。あ、ほら、ここから降りるんじゃん。じゃあ、ディズスキャリエラ。はい、海の方に降りてきました。今はね、満潮に近いと思うんですよ。
ね、正確な満潮時間は分かりませんが、ちょっと渡ってみましょう。はい、海を覗いてみよう。どうよ、どうよ、どうよ。あ、はい、こんな感じ。ちょっと、ほら、こんな感じでございます。じゃあ下降りてきましょう。ね、海岸に見えるのはルアーブル、ルアーブルです。なんか見て、煙がもく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 で向こう側に黒い雲がずっと続いてる。あれ陸じゃないからね。あれ雲だからね。いやーやばいんじゃないのこれ、ポリューション。大気汚染だわ。はい、じゃあ降りてきます。はい、満潮時砂浜はございません。砂浜はございません。ちょっとあそこまで降りよう。プラージュのシュンベイエ、ここはビーチをこうなんていうの、チェックしている人がいないので、気をつけてくださいねみたいな。満潮ですね今ちょうどね、ほぼほぼ。ほう、これはここはもう海かな、海だよな。こっち側、左側ずっと大西洋つながってずっと行くとイギリスです。おっと、なんだこれ、なんだこれ、まさか、いや子供なんで忘れ物だと思います。はい、まさか自炊ってことはないですよ。はい、あっち方面はイギリスです。こっちもねずっとね。でこっち側、こっちルアーブルっていう町があって、こっち側は何かというと、セーヌ川です。セーヌ川の河口がルアーブル と、オンフルールの間にある広い広い川です。はい、セーヌ川の河口です。なのでここは淡水と海水が混じり合う地域ということですね。はい、いやーすごいね、ルアーブル、さすが工業都市、黙々と煙が出ております。はい、はい、こんな感じで海沿い遊歩道みたいな感じで歩けるようになってます。こうやってね、なんかちっちゃい家がありますけど、はい、じゃあここ歩いていきましょう。はい、こんな感じで崖沿いに家がまあ建ってますわ。ここもなので、こういうとこはだいたいね、崖沿いに遊歩道をね作ってね、そのすぐ脇にあのなんか家を作って、道路自体はもっと置くっていうことでね。南仏も結構そういうとこがあるんで、そういうとこはねもう海沿い走ってんのに全く海が見えませんみたいなとこ結構あります。なんじゃこりゃ、すごい城壁みたい。なかなか海の色も、濁っております。遠くから見るとなかなか綺麗に見えるかもだけど、結構濁っとる。濁っとる。この辺はねあんまりなんか泳ぐのに適してないっていうか、ね、オンフルールの海岸なんかもね、あのあれだもんね、あの海水浴禁止だったりするからね。どうなんだろうね、船もいっぱい通るしね。うん、多分そのせいだと思うんだけど。全然浜辺がありません。さすが満潮、ちゃんと浜辺って書いてあったんだよ。うん、ちゃんと浜辺って書いてあったから浜辺あるはずなんだけど、全部埋まってます水に。
いやこんな感じ、こんな感じでのんびりと朝日陰の中お散歩するのも気持ちがいいもんですな、夏はな。だけどこれ冬はむっちゃ寒いだろうね、これ冬はむっちゃ寒いと思います。でも夏はいい感じですね、こんな感じで。こういう散歩道だったらね、いいよね、飽きなくて。あ、もしかしてでも毎日だったら飽きるんかな、わしわからんな、多分飽きるなお、ようやくビーチが見えてまいりました。ちょっと岩もある、ゴロゴロ感ありますが、とりあえず砂浜ですね。あ、ちっせあ、ちっせ、今の時間帯めっちゃちっさいですね、はい、でも向こう側も続いてますね、こんな感じ。あー、いいんじゃない、なかなかね、いいんじゃない、こういうプライベート感があって。ここはね、結構小さい町なんで、そんなにね、なんていうの、ヴィラフシュネみたいに海岸は広くないので、町自体はすごく小さいんだけど、まあなかなかプライベート感があっていいんじゃないでしょうか。でも多分おそらく夏の間はまあ芋洗いだよね、これね、猿の芋洗い状態だね、ここね、うん。こういう時期いいんじゃない、人がいない時期にね、こそっと来て。結構ね、こう天気が良くなればね、25度ぐらいになることはね、9月中でも結構あるからね、そういう時期に来てのんびり過ごすのもいいんじゃないでしょうか。いいですね。では波の音をお楽しみください。海の方から上がってまいりました。急な坂でございます、結構なね、はい、上がってまいりましたが、はい、発見。いや、これもね、あれですよ、この町もね、至る所にありますよ、はい。でね、何をするかってね、まあ、前回同様ちょっと引っ張ってみようと思います。今回は白い袋です。白い袋、じゃあこれは、はい、前回のようにもしもの時のために家人に渡したいと思います。はい、渡しました。はい、家人がいつでもどこでもできるように、はい、バッチリでございます。さあ、じゃあ街中の方に行ってみましょう。ブランブランブラン、皆さん見えますか？はいはい、タクトリムシみたいなやつがここにうねうねとぶら下がってます。はい、はい、引っかかんないようにしましょう。こういう木はね、下がってるからね。こんなところに小さいマルシュみたいな感じで、こうやって車で、これはシャフキュッティ、お肉屋さん、お肉屋さんじゃないや、ハムとかソーセージとか売ってるマルシュ。こんな感じでちっちゃい駐車場に車を止めて、ちっちゃなマルシュがあります。さあ、こんな感じで、あ、面白いですね、こうやってタイルでデコレーションしてるお家もあります。はい、さあ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 、どんなお家がここにはあるのかな。適当に街中をどっち行こうか。はい、やはりここももう夏休みがね、もちろん終わってるんで、街の雰囲気としてはとってもアダルトな雰囲気でございますアダルトです。中心街に向かって歩いております。今すごいよ、あそこ止めてるおばちゃんっていうか、山林なんだけどさ、結構大きい山林なんだけど、ちょっとあれね、おばあちゃんなのおばあちゃんなの、まあ、後ろから見て女性だってのは分かると思うんですけど、ちょっとはい、大きくします。あれおばあちゃんです。おばあちゃんが今山林を止めました。はい、あれおばあちゃん、すごいね。
中心街の家はこんな感じです。さあ、これは何だと思いますか？もちろん郵便受けです。何これ、見たことないの、こんなの。すごいね、オーダーメイドとかじゃないの、わかんないけど、はい、じゃあ町の中心街行きます。ラ・シガルという名前のお店がありますが、ピッツァリアって書いてありますね。ラ・シガル、これセミの意味なんですけど、セミって普通にフランスはどこでもいるわけじゃなくて、南仏にはいっぱいあるんですけど、この辺はいません。なのでセミの声を聞くことはありません。お、ちょっと可愛いじゃん、あっち、ちょっと行ってみよう。可愛いって色に惹かれていくだけなんですけど、いろんな色が。ホテルデバン、ホテルデバン、ホテルデバン、あれ、ホテルデバンってなんか、え、柳ジョージが歌ってなかった？そんな古い歌知らないって、いやだわ、もう何言ってんの、みんな同じ世代でしょっていうことで、はい、ホテルデバン、そうだよ、柳ジョージだよ、知ってます、柳ジョージ大好きなんですけど、ですね、こんな感じ。はい、これを見て皆さん分かりますでしょうか。こちら普通にあの魚取る用の網ですね。網らしいんですよ、これ、でっかい網。これを壁にかけてる、なんでしょう、デコレーション、デコレーション。でこれちょっとここ、これこれもあの貝とかそういうのをなんか取るときに使うやつってことで、まあね、海辺の町ですからね、漁師の町ってことなんでしょう。こんな感じで街中に至るところにあの海って感じのものがいっぱいございます。はい、かわいいですね、ズーム。はい、網が、壁画の、壁画じゃないね、ね、ここにもほら、こうやってこうやって網がかかってます。スナックバー閉まってます。はい、じゃあこっちをね、ずっと降りていってみましょう。はい、こんな感じでやたらこの辺でみんな、撮影してるんですけど、なんかね、あそこにさっき撮影、テレビ用の撮影もなんか来てて、テレビクルーみたいな感じで撮影しててね、この辺はやっぱり撮影スポットなんでしょうか。はい、これ目の前通る男の人いるでしょ、これさっきからこうやってね、携帯でずっと喋ってて、ここうろうろしてんだよね。写真撮りたくてもこの人はさ、全部撮っちゃうんだよね、本当に困っちゃうんだよ、こういう人。あ、終わったかな、あ、終わったらしい。そう、これテレビクルーだ、テレビクルーの人。はい、撤収って感じですかね、撤収ですね。はい、終了。あ、行ってくれた女性がカメラマンです。撤収。さあ、じゃあこれからちょっと私はこの辺りの写真を撮って、それで次の街に向かおうと思います。次はオンフラーに行こうと思います。De drapeaux là. Voilà, attends. Il on va voir. Oh là là, ça part mal. Voilà. Alors, le Japon, le hata, est où il y a le tout, il dit, mais il n'y a pas. Pas possible. Il n'y a pas. Parce que, le Canada, il y a aussi. Ils ont oublié. Il y
ヨーロッパだけってわけじゃないけど日本の旗はありませんでした。日本の旗っていうかアジアの旗ありませんでした。人種差別だ差別だ。いやいやいや私はそんなことでそんなことは言いませんがありませんでしたね。こちら側はね、ほとんど来ませんね。なんか、こんな感じで。だいたいオンフルールって言ったら、ね、港、ね、ちっちゃい港の界隈、旧市街って言ったらいいのかしら。あっちの方にいるのがほとんどなんで、こっちの方は来ないんだけど、こちらもかなり家がごっつい、なんか、えらい、なんか、すごいことになってますね。この辺に止めますかね、でも。はい、今回は割とさっさと駐車場を見つけたので駐車する場所を見つけたのでラッキー。はい、オンフルールにやってまいりました。あ、なるほどね。どこに止めたんだろうと思ったけどここか。はい、ちょっと歩いて港の方に行こうと思います。はい、想像通り結構な人がいますねってことで、はい、中心街です。中心街、ね、こっちはこんな感じでお店がある地域、こっちが町の中心部、そしてこちらが港方面。さあどっちに行きましょう。港に行きますか、町の中行きますか。とりあえずここかな、メインの中心街に行ってみようと思います。この階段有名。登ってきます。これね、この建物ね、これがここのオンフルールの教会でございます。そしてこの時計塔みたいなやつね、これとここが一応広場、レストランもいくらかあります。はい、時計塔、これがまるでマルシェのように見えるんですが、これ教会です教会に見えない教会です。教会です。はい、外から見るとこんな感じね、ほらなんか教会ですなってます。で中に入ってみましょう。周りの雰囲気はこんな感じ、可愛いんですよ。私は大好きです、ここの街。こんな感じで建物がぎゅーっと、ノルマンディー建築がぎゅーっとぎゅーっとぎゅーっと詰まった感じ。さあ、じゃあちょっと
教会の中に入ってみましょう。私がオンフロールで一番好きな道です。こういったノルマンディの建物がギャーッと凝縮されたようなところでね、こんな感じで、こっち側行くとちょろっと、まあ、同じような感じなんですけど、こんな感じで古い家がいろいろありますが、ただ今ねもうね12時半なんです。ということはですね、お昼を食べに行かないとですね、この後席を見つけるのが難しくなります。こんだけ結構人がいると、港のあたりは結構人が多いと思うので、ご飯を今食べに行きたいと思います。港で場所を見つけました。とりあえず美味しいかどうか分かりませんが、ここで食べてみようと思います。人が多いね、やっぱりね、相当人いるね。あとでちょっと、まあでも風があるから結構暑いけど、気温的には29度ぐらい、30度、そのぐらいの気温ありますけど、まあ少しこう海沿いなんでね、一応風があるんで、でもまあ結構暑いですね、はい、皆さん、半袖っていうか短パン、夏みたいな格好してます。まるで本当にあの真夏のバカンスのような雰囲気です。さてと、飲み物頼んで早く飲みたいです。今日はね、水でいきますよ。水、ガス水とでムールフリット、はい、この辺では普通に食べる。今日お昼にムールフリット食べるつもりで来てるので、今日はムールフリットをいただきたいと思います。はい、飲み物来ました。ちなみに、まあもうすでにやめて2年近く経つんで、一つネタバラシとは私の素性についてバラすと、最初はね、レストランでサービスやってたんですよ、実はね、パリで。そこそこ名の知れた店で、でそこのサービスはめっちゃレベルの高いサービスをしてまして、ものすごいあのなんていうんですかね、あの訓練というか先生もちゃんといてね、でなんていうんだろう、あの過ごしたような感じのサービスではなくて、そのおもてなし、はい、日本的なおもてなしをするようなサービス、しかもその上辺つらむね、そういうサービスじゃなくて、心がからのおもてなしをするというサービスをするような店で働いたので、結構サービスに関しては、ね、目が厳しくなってるんですよ。言ったらこの店最悪です。最悪のサービスですね、はい、でもまあどこの店にも同じレベルを求めることはないのでしょうがないんですが、笑顔の一つもありません。忙しいのは分かるんですが、最初のクライアント、お客さんをね、こう、なんていうか、迎える、そこからももちろんサービスって始まるんですけど、ね、ご存知のように、まあ、そこからして、うん、ダメだね、ここっていうのは分かってたんですけど、はい、物が運ばれてきたら、まあ、よくよく分かりますね。サービスを求めるのであれば、この店は絶対おすすめしない店です。味は分かりません。味はここから見てみましょうという感じですね。はい、味はここから確認したいと思いますけど、いや別にそんなんでね、ムカついたりはしないんですけど、もうちょっと笑顔あっていいんじゃないのっていう感じでした。うん、ちょっと愚痴ってみました。はい、うん。うん。まあ味的には普通かな。はい、ムール貝ちゃんと映ってかな。はい、ムール貝食べ方はこうやって、すでに食べ終わったムールの殻でこうやってムールを取って、で
食べます。これがこっちのムールの食べ方、こうやってこうやってこうやって取ってこうやって食べます。つうかさっきから銀杯がチラ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 舐めに来てるんだけど、うん、美味しい美味しい、普通に美味しい。メッシー、音楽を奏でていた人がお金をせびりに来ましたが渡しません。そして一緒に来るのがポテイト、はい、ポテト一緒に来ます。全然塩かかってない、全然塩かかってないから塩かけます。うん、ポテト。でもニンニクと言いながら確かにニンニクの香りはするけどそんなにきつくはないです。ニンニククリームのムール貝です。ちなみにフランスのムールはベルギーよりもちょいと小さめです。なぜかフランス人は小さめが好き。でもここはここっていうかシーズンなのかちょっと小さいわ、さすがに小さいわです。このぐらいか、このぐらいが普通のサイズかな、中くらいのサイズ。このぐらいがフランス人は好きです ね。ベルギーはもっと大きいね、ちょい大きめ。でもまあ小さい方が味も詰まってていいのかもしれないし、大きいとね、どんどん大味になるんでね、やっぱりね。あんまり大きいのはねあれだけど、でもまあベルギーは一回り大きいよね。まあどっちでもいいんですけど、あのパリじゃない、フランスによくあるムールのチェーン店はベルギーのムールっぽいんで粒はもっとでかいですね。チェーン店の方が粒はでっかいの使ってますね。だいたいこうやって海辺で食べるやつはね、もうこのぐらいの大きさあったら結構いい感じ。これ小さい。まあこのぐらいが平均的な大きさかな。うん、おいしい。デブチン、超デブチンのラブラドールがいますが、はい、お昼を食べ終わってちょっとまた散策したいと思います。まあ、まあ、私ら何度も来てる。